まあ、スキー場から帰ってきて部屋でゴロゴロしてたら本人がご飯作ってくれた。しかも呼びに来てくれて、あ、くれて、私が見る YouTube もセットしといてくれた。いただきます。まあ、キムチツナベーコンチャーハン、うまっ、めっちゃうまい。この米の炊き具合も超好み。うまっ。めっちゃうまい。こっちはポークリブ。おお、すごいホロホロ。結構長時間ゆっくりやったの。味が濃いけどめっちゃうまい。まあ、これは味ついてるもんだもんね、もともと。ありがとう、ほめ。アイスクリーム食べようかな。なんかそうじゃなくて、本当はまだ食事がしたい感じなんだけど、さっきまであったかいジャスミン茶飲んでて、今これネギ茶。あれ、ホミンどこ行っちゃう。あ、ありがとう、ゴミ。あ、反対から開けちゃった。よし。これ何？キャラメルアーモンドクランチ。レンズが汚れてると思いながらずっと拭いてなくて、今日も汚いな、ごめんなさい。美味しい。ちょっと私にしては小食気味だけど、とりあえずこれぐらいでやめとこうかな。後から夜食食べちゃうかもしれないけど。マカロニ&チーズを作ろうと思って、ミキママがこの間やってたから、ミキママのレシピで、マカロニじゃん、分量見なきゃ。ミキママが言うにはマカロニ 150g だって。どうする？300で作る？それじゃ多いか。150でいい？私でもずっと1人前がパスタの1人前100だと思ってたの。でもなんか日本のレシピ見てると2人前で 160g のことが多い。どうしようか。まあ普通にじゃあ150で作ってみるよ。4人前でしょ。あ、まあそうだね。それは4人前だし、あ、違う。でも4人前って言っても多分マカロニだけを食べるわけじゃなくて、付き合わせの人だと思う、これは。150で作ろうか。これ箱に458入ってるから3分の1。目分量で。なんかもっと入ったかもしれないけど。で、牛乳とさ、チーズ出してほしい。なんか火をかける前に牛乳と片栗粉、なんかミキママはコーンスターチが日本にはないだろうってことで、わざわざコーンスターチじゃなの代わりに片栗粉を使ってたけど、私は家にコーンスターチがあって片栗粉がないから、もともとの多分アメリカのレシピでコーンスターチ。これ11分ね。お家にある調味料で簡単に作れますよ。とろみがついてきたチェダーチーズだって。わかんない。何個くらい入れてた？120g だって。こんなもん？まあ、こんなもんかな。結構ミルクっぽい感じはするね。トフェイだね、チーズは。なんか顆粒コンソメをなんか隠し味とかなんか入れるとちょっといいらしいんだけど、コンソメないからどうする、本だし入れちゃう、それまた違う話。あ、いい感じじゃない？チーズソース見て、ほら、超いい感じ。うん、ありがとう。超いい感じじゃん。まあサイドでしょ、それをメインにしてるわけじゃないでしょ。超チーズソースいい感じだよ。入れるだけ？横に入れるみたい。水切って。入れる？うん。いい感じだね。でもコンソメの代わりに本だし入れるのはやっぱ違うよね、きっと。うん。あとなんかコクを出すために砂糖とか入れるとちょっとコクが出るみたいで、味見してあんまりコクがなかったら、うん、まだ待ってよ、ちょっと。まあ胡椒はまあ、うん。まあただのチーズね。普通に美味しいと思うけど、なんかでもちょっとダマっぽい感じもする。うん？もうチーズの具がなんだろう、片栗粉がうまく混じってなかったかな。見た目的にもちょっとダマっぽいもんね。ほら、そういうもんかな。今でもまだちょっと加熱するから。あとこれ昨日お仕事の帰りに買ってきたコールスローにツナが乗ってるやつ、いただきます。なんか外めっちゃ寒そう。風がさ、今雪降ってて、風でさ、雪が斜めに降っててさ、めっちゃ寒そう。どう？なんか違う？何？インスタントの方が美味しい？ソースって感じなくて、やっぱり粉っぽい。うん、片栗粉がうまく混じってなかったかもしれない。これ相手がパッとしないね。あれが。コンソメが入ってない。うん。コンソメが入ってないからパッとしないじゃなくて、もともとパッとしないものなんだからコンソメを入れてる。だからそこからコンソメを入れるともっと味が整う。だからさ、でもだからといってさ、だし本だし入れるの違うじゃん。だからさ、ベーコンとか乗せたりとか、チキンとか乗せたりしたらいいのかもしれない。うん。でも基本どうやって作るか分かったから、これで、うん。あ、ベーコン入れた。あ、いいんじゃない。ベーコンの塩気。足しない。じゃあ私もちょっとベーコンもらおうから。うん。明日ベーコンの味があっていいんじゃない？多分引き締まる。上で切ってもいいの？大丈夫？ダメ？なんか切って作ったし。別にいいよ。なんか足りないだろうなと思ったけど、思ったよりもお腹いっぱいになった。でももうすんごいお腹いっぱいってほどでもないけど、思ったよりお腹いっぱいになった。いつもお腹110% か120ぐらい食べるっていうか、まあ、絶対100は食べるけど、昨日は80ぐらいにしてたら、朝起きたらちゃんと1キロ減ってたから、今日も80ぐらいでやめたら維持できるかな